手に勝手に。あ、やっぱ暴走しとるんや。なんで急にこの教室内で試そうってわけでもないでしょ。なんか意志を持ってんのかな、この炎の能力自体が。なんだよあいつ、中二か。いや、これで炎のエフェクト一切ない状態だったら中二で収められる案件だけど、実際炎出ちゃってるからな。やっぱりユーザーだ、あの人。あ、あの人もユーザーなの？つぶやいたユーザー全世界何万人いると思ってんだお前。てかユーザーっていうぐらいだから何かを使うってことだよね。特殊能力を使うからユーザーってこと？そのユーザーって何なんだ。口論なしにしようぜお前。てめえから発案したやつだろ。後で話すから、ありがとう。やっと射程距離に入った。お、早っ。この炎の海の中10メートル近づくの早っ。超能力でも使う気か。何冗談じみて言ってんだお前。実際に目の前にパイロキネスユーザーがいるんだぞ。ミヤコも何キネスユーザーかわからんけど、なんか使うぞ。その通り。主人公否定してほしかったんだろうな。クソだせえな。は？え、美しい。どっから巻き上げる風なのかわかんないけど、なんかジャケシャみたいになってる。九条が左手を突き出す。低劣な盗人の力、せめて世のため人のために。なんか呪文唱え始めた。なんか中二臭いな。主人公の周りには中二病がいっぱいだ。ブツブツを何事かつぶやく。やめろブツブツとか言うの。なんか必要な儀式かもしれんや。まさか呪文ってわけじゃないだろう。だがもしかしたらそうだったのかもしれない。何これ、何これ。なんか変な模様浮かび上がったんだけど、かっこいい。え、何これで消火活動できるってこと？10メートル近づいた意味は何？文様というより紋章？なんだあれは？わからない。謎めいた何かが九条の手の甲に浮かび、光を放つ。さあ、ここで問題なのが、ミヤコはどういう能力者なのかというところだよね。何キネシスなのかという。九条、なんだよそれ。いや、青白い光が映えるね。深海のような瞳に、バイバイじゃない。髪飾りも青く、なんかイメージから青なんだな。俺の中でピンク色だったけど、ミヤコのイメージって。後で話すから。全部それ。本当に話すんだなお前。どれ、あの人を狂気に走らせたのは。痛い痛い。誰に話しかけてんだお前。どれって何、紋章が喋ってくれんの。男子生徒に輝く左手を向きながら、九条は逡巡していた。何をしてるのかさっぱりわからない。なんかずっと分かってないやついる。いいよもう。せめて炎が九条を飲み込まないようブレザーを振り回すことしかできない。何このバックダンサーみたいな動きしてんの。そうやって派手に動けば、いくら頭のおかしいやつでもこちらに気がつく。お前何やってんだよ先輩。もしかしたらバレずにミッション遂行できたかもしんないだろ、ミヤコが。なんだよ、来るんじゃねえ、あっち行ってろ。いや、お取り込み中すいませんね。でもお前こんな事件を起こしておきながら来るんじゃねえって何様のつもりなんだよ。九条ひ、ひ、ふふ、あぶ、あぶ。津波のように炎が押し寄せ、とっさに太刀となって九条をかばう。かっこいい。もうびしょ濡れなんだけど、もう先走り汁で消化できんじゃないかっていうぐらいびしょ濡れなんだけど、ごめん嘘ついた。俺たちを飲み込み、炎は床に壁に飛び散った。熱い？熱い？さすがに熱いよね、直撃したら。に、にみくん大丈夫？ええー、早く能力使えば。緊急事態なんだから人の心配してる場合か。俺は大丈夫だ。九条は平気か？いや、かっこいい。ここでかばって自分を犠牲にしつつ相手を気遣うというね。これで平気じゃなかったらうざいけどね。かばった意味はって感じになっちゃうけどね。ごめんなさい。ありがとう。大丈夫。腕を振ったら炎がこっちに来たぞ。あいつ、炎を操ってるみたいに。いや、まだお前パンピームーブしてんのか。みたいにじゃなくて炎操ってんだよ。暴走してるみたいだけど。多分、そうだと思う。あいつも超能力者だって言うのか。あいつもって言ってるけど、ミヤコ別に左手光らせただけだからな。左手を光らせる特殊能力とか、世界で一番いらない能力だろ。せめて右手光らせよ。今はそういう解釈でいい。あ、じゃあ違うの。超能力者じゃないの。じゃあ何なの、ユーザーって呼んでるゆえんはそこなの。否定して欲しかったんだけどな。逃げちゃう、射程の外に。ああ、せっかく近づいたのに。え、あいつが逃げたら何、この校舎に燃え広がってる炎は消えるの。でも街中に行っちゃうのか、それは。あ、なんか左頬を光らせる特殊能力者が。なんかこういうグラデーションカラーかっこいいよね。毛先だけ青みたいな。俺も一時全部シルバーで毛先だけ青っていう髪色にしていた時あったな、大学生の時。振り返ると男は何かをわめきながら後ずさりしていた。目は完全に行っちまってる。どっか行っちゃってるね、確かに。顔にないから。それに顔に大きく浮かんだあの文様。あ、なんか宮子のと違くない？ちょっとかっこよく剣というか十字架っぽい感じの紋章になってるというか、男の場合。九条の手に出ていたのと一緒だ。あ、一緒なの？なんかちょっと違うなと思ったけど、一緒なの？なるほど。超能力か。10メートルだな。
飲み込み早今のあで何があったんだあいつの動きを止める、あとは任せる。おいパンピーがシャシャンだ危ねえぞ、もう熱いなってもんじゃ済まなくなるぞ。ニーミク。静止の声を振り切り男に突進する。漫画だったら叫びながらってところだが、奥歯を噛みしめていないと痛みでガキみたいに泣き出しそうだった。あ、さすがに能力者の近くになればなるほど熱くなるって感じなのかな炎は。ちょっと読めてきたね、だんだんと特殊能力について。代わりに心の中でうわーと雄たけびだ。ひっひっひっ熱い熱い超能力の炎が俺の全身を焼く。火傷に似た激痛に襲われる。でも服とかには燃え移んないからまだ安全安心って感じなのかな。未だ原理がわかんないね。だが服は燃えていない。だったらまやかしの炎だろ。いやそんなことないだろ熱かったら炎だろどこがまやかしと言うんだ。痛みも幻覚だ。いやいやいやなんか主人公狂い始めた大丈夫、なんか気づいたら顔剣の中とかやめてね。こっちに来るな。危ない危ない暴走してる割にちゃんと意思通りに炎扱えてるやんけお前話とちげえって。俺と男の間に生じた炎の壁、構わず飛び込み掴みかかり、やるね動きを止めたら宮子は何をしてくれるの組み伏せる。衝撃でポケットを飛び出し転がったスマホから空の声が聞こえた。教室から俺の姿が見えたのかもしれない。待ってろ、今何とかする。かっこいいお兄ちゃんかっこいい。男としてだけじゃなくてお兄ちゃんとしてもかっこいいのかよこいつ。イケメンすぎるだろ。違う、してもらう急にダセーな他力本願やめろ。九条ニミ君、あなたのこと尊敬する。いや落ちたんちゃうかこれ今作のメインキャラクター落としたんちゃうかこれは。平常時だったら照れるようなことを言いながら九条が再び左手を突き出す。やっぱ微妙に紋章違うよね絶対十字架っぽくないしなこれ。どっちかというとなんかあのシルバーアクセみたいな形をしてる気がするんだけど、男と同じ紋章。あ、やっぱ同じなのわかんねえ一緒なのか違うのかわかんねえ。いや形が違う。あ、やっぱ違うんだ。なんだお前うるせえな。お前はずっとパイロキネシスを抑えときゃいいんだよ。炎を操る能力のカウンターになるのかっていうか。離せよー。やっちっじっとしてろ。九条まだか。こいつの後頭部トンってやってやれうるせえよこいつ黙らせろ早く。ごめんなさい、何かその人が身につけているものを。服？パンツ？どれブラジャーとかつけてたらなんか別の意味で捕まっちゃいそうだけどあんままさぐるもんじゃないよね。身につけているものなんだ。どうすればいい。身につけているもの、多分アクセサリー、髪飾りみたいな。視界に入らないとダメなの。こいつまたわけわからんこと言い出して何？やっぱあの特級呪物は世に出回っちゃってるの。何がしてえのかやっぱわかんねえけど。やめろ。うるせえなこいつ主人公飛んだ、後頭部飛んだやっち、暴れんな、うっせた、余ってろもう殺しちゃう殺しちゃうあんま主人公血の気多くしちゃダメだよ。なんかうっかり殺すとかやめてね。正当防衛になんないよ。怒りに任せて男の頭部に全力で拳を振り下ろすやりよったこれでこの男死んだらお前のせいだからな主人公。シーラね。男の頭が鈍い音を立て床にぶつかりバウンドし、短いうめき声とともに動かなくなった仮想圏の女とかでの冒頭のシーンみたいになっちゃったうっかり殺しちゃうやつじゃんそれ。やべえ殺したかもと焦ったのは一瞬で、炎の痛みが俺にやるべきことを強く促す。アクセサリーって髪飾りだって。男がそんなもんしてるはずが。いや所持してる可能性あるよね十分。身につけてないだけで、宮子もスタメンの髪飾りがあるからシルバーアクセの方はつけてないって感じだし。どれだよクソ。首からぶら下げているやつよ、銀の十字架。あ黒子お前どんなタイミングでやってきてんだよてかついに学校まで特定し始めんなよ。またあの声。今は声の正体を探っている時じゃない。あいつの正体分かる時あんのなんかこんなのらりくらりかわされると思わなかったんだけど、未だに手のひらの上でコロコロ転がされてんの。信じるぞ。気を失った男をひっくり返し仰向けにする。あった、銀の十字架。お、かっこいい。これは男でもつけたくなるぐらいかっこいいシルバーアクセだ。てかやっぱり紋章とシルバーアクセの形ってのは結構似てくるもんなんだね。ってなると宮子もやっぱり特殊能力持ちで、まだ何の特殊能力なのかわかんないけど、今後もシルバーアクセを持ってる人間が特殊能力者っていう線が出てきたね。つかみ力任せに細いチェーンを引きちぎり掲げる。九条これだ。ありがとう、お願い成功して。え、やめてそのセリフ心配するようなこと言うなよお前確約はできないだの、お願いだの、いくらなんでもふわふわしすぎだろ発言が。
輝く左手を握りしめる。ロケットパンチとか繰り出す気じゃないよね。左手が分離してとキューみたいなね。瞬間違和感を覚えた。俺の手のひらの中、握っていたはずの感触は消え去っていて、え、その能力？盗人の力とか言ってたもんね。もしかして射程圏内にある目に映るものを焼酎に収めることができるみたいな、なんか漫画のリンカーネーションの花弁の主人公みたいな力を持ってんだね。それもしかして人の特殊能力とかも掌握できる感じ？リンカーネーションの花弁は相手の特殊能力すらも盗んでなんか無双していた気がするけど。できた。すげえ、チェーンが。十字架のシルバーアクセが手のひらの中に収まった。てか、かっけえな、この光のエフェクト。光の輪というかね、俺が掲げていたはずの十字架は、九条の手の中にあった。これでなんか、ATM の中のお金とか引き出せねえかな。目に映るものしかダメかな。ナイン、九つ、九日、九の色。最後までナインをご視聴いただき、ありがとうございました。いろんなエロゲの実況を数多く投稿しているので、推しを見つけたい視聴者さんは、画面中央のレネをまさぐって、チャンネル登録していただき、お気に入りのヒロインを探してみてください。また出会える時を楽しみにしてます。バイバーイ。